これ去年やらせていただいたんですけれども、だから、まあ4シスということでこれが残すということですので、だいたいこれ下のやつはだいたい追い出しでまだ今年もまだ鳴らせますから、だいたい趣旨候補としてはこれとその向こうとこれとこれとこれ5本ぐらいで、あとは鳴らせる剪定をすると、だから、あとどうやって説明したらいいんだよ。だから、そう、鳴らせながらで思って、だから、樹勢的にもなかなか樹勢だから、これで、あと上の方を少し跳ねていけば、だからこれで、このまま、だいたい、あと5、6年は、あと来年、再来年あたりがこの枝と、この下の枝が切る程度で、あとまあ残せる範囲かなと思いますけど。あとは時勢的には、時効的には、こっちへやるかこっちへやるかは、枝の向きによって判断してもらえばいいと思いますので、ある程度自然のまんまでいつもやってますので、いわゆる深くこっちの方向に伸ばすとかそういうことはやっていませんので、それで中でやってます。じゃあ枝を切ればいいですか？